2017年夏8月1日エテポンゲ軍団王者エテポンゲ&北の FX VS パオパオと愉快な仲間たち。今回パオパオをよく知る人物との接触に成功しました。パオパオがどんなプレイヤーでどういう行動をとってくるのか、今回それを丸裸にしていこうと思います。これ本当声とか大丈夫ですかね、これ声とか。はい、大丈夫ですよ。相手の個人情報は完全に保護されました。はい、わかりました。ではまずあなたとパオパオの関係を教えてください。パオパオとはですね、もう幼き頃からの知り合いでして、あいつが小さい頃からもうあいつのことをずっと見てきたんで、もう大抵のことはわかります。今回エテさんの力になれると思います。弱点などありましたら教えてください。弱点か、そうだな、ゲームの話をするのならば、あいつはやっぱり基本的には臆病者なので、臆病者、まあ、前には出てこないでしょうね。基本的には角待ち、角待ちがあいつの生き様、そういう生き方になっていますね。まあそこを警戒すれば、まあ余裕でエテさんたちが勝つんじゃないかなと思います。では最後に、私のオーラとパオパオを比べて、どちらの方がより力強いか強いか教えてください。わ、すごい。これは間違いなくエテさんの方が強えや。ほんと、パオパオのオーラも間近で何度か見たことはあるんですが、やはりその鋭さってのが違いますね、やっぱり。ああ、すげえや。まあ、負けるとすれば、まあ、強いて負けるとするのならば、これだけは言わしといてください。本当。唯一負ける点、もしかしたら負ける点、それやはり北の FX、まあ、あいつ次第でしょうね。あいつがやっぱり足を引っ張る可能性が大いにある。本当、エテさんの迷惑、ね、エテさんに迷惑かけるようなことだけはやめてほしい。そう僕は思っています。以上です。パオパオ、今ならまだ間に合うぞ。まだ受け付けるぞ。もし謝罪とかあるんだったら受けるぞ。まあ最悪、もうそれが恥ずかしいって言うんなら、なんかうまいこと台本とか作ってなんか面白おかしくしてやるからよ。な、もうツイッターでも言ってるように、エテの後ろには80人の大将、そして620人の中将がおるんだ。やめといた方がいいんじゃないか。以上だ。